ありがとうございます。さーりーなーどーれあずまるまさーいや、どうしたんですか。すげーなまりですけど、ここにご何がここにご毎日みんな周りの人間もみんなこの言葉使ってるよ。普通の町では。使ってない。うそー、みんな関西弁ですよ、さゆなさんの周り。違う、うちの周りはみんな石の巻の言葉喋ってっから。石の巻の言葉喋ってっから。石の巻の言葉を。石の巻どうしたんすか。知らねえの石の巻。いや、石の巻は知ってますよ、行ったことありますよ。石の巻知ってるでしょ。そうです、めちゃイケでも行きましたよ。そう、うん、めちゃイケさんも来てくれたの、うちの町ね。みんなしてね、はい、めちゃイケメンバー見たわけよ。特にあの子鈴木サリナッツ子、あ、めんこいねー。あの子めんこいねー。薄の巻の本郷リカ子っていうの渡す。いとべくんでしょ。あ、みとべです。サリナさんから話聞いてっから。ちょっと待ってください。サリナさんじゃないんですか。リカ子よ。リカ子さんなんですか。リカ子よ。リカ子さん。そう、それで今日は、はいはい、リトベ、はい、本当に稽古に頑張りすぎて、うん、はい、鉛が取れないわけよ。普段も椅子なもきの言葉が取れないわけよ。なるほどなるほど。そうなのよ、もうリカ子が乗り移ってんのよ。前ずっとリカ子なんすね。リカ子で生きてんの。あのもうリオト君ロスかな。サリナさんもどっか行っちゃったの。もう今なるほどね、リオトと一緒に行っちゃったんすか。リオトと一緒に握りすぎちゃって。今はリカ子で生きてんの、前に。なるほど。これ大阪弁いつも戻ろうか。一回戻りましょうか。もう一回戻ろうか。今日はほんまに鉛が取れなかった。今日はそう見たべ、はい、本当にもうこんなぐらい、もう舞台にどっぷりなわけよ、はいはいはい、で、リオとか行ってからっていうか、もう私元からやねんけど、うん、すごい不眠症なわけ。知ってた？私が不眠症って知らんよね。知らないですね。かなり本当にね、こう長いこと不眠症で、うん、でもうとにかくそれが理由で運動を始めたり、うんうん、で体の何ケアとかすごいしてんねんけど、はいはい、またリオト君が行って不眠症になって、で舞台で疲れたのに寝れないとかいう日があって、はい、しんどいですね。めちゃめちゃしんどいの。確かに。でちょっとね、いい枕をゲットしたの、うん、でその枕になってからほんまに寝れるようになって、はいはいはい、結構爆睡できるわけ、うんうん、寝つきも早くなったし、寝てからの爆睡もすごくて疲れが取れて、その枕を出してる、はい、作った整体院っていうのがあるから、はいはい、今日来たの。稽古の前に来ました、ここフィットネススタジオもやってらっしゃるんですけど、はい、東洋コンディショニングさんにやってきました、うん、今日はここで整体で施術してくれるっていうことで、はい、そうちょっとやってもらおうかな。ほんで元気になって、うん、リカ子にまたなりに行くかな。ほんまにこれごめんなさいね、見てる人。さっきだってナチュラルになまってましたから、ね、ナチュラルになまっちゃうの、本当になまっちゃうのよ。ごめんなさい、行ってみますか。早速行ってみましょう。サリナ撮り、sure. okay. Ready? 着きました。こんにちは。こんにちは、トヨコディショニングの岡山です。岡山先生、よろしくお願いします。めちゃめちゃ楽しみに来ました。はい、ではあちらにどうぞ。早速、ああ、聞いたことない。あ、この枕。そうです、これを使ってる。見とめ、これさ、はい、めちゃめちゃいいで。ほんまですか。ほと思うやん、私もほんまですかと思ったの。今まで枕をこう、はい、変えてきて結局いい枕に巡り合わへんかってんけど、はい、散々いいの買ってきて全部全然ダメやったの、はい、これマジですごいから。私これ使い始めた日から、はい、お前寝れんのかなってこうやって言ってはぁって、その日爆睡してたから、不眠症の渡すが。それを聞けて私たちも嬉しいです。で、寝た後も多分熟睡してるんやと思うねんけど、はい、
目覚めがすごい、寝た感がすごいの。寝心地よりもあの置き心地にこだわって作った枕なので、これさ、はい、ほんまにそう、これだけ言ったらさ、すごい嘘っぽいやん。いやもうでもほんまやねん。逆に嘘っぽい。逆に嘘っぽいよね。こいつ案件やってんなみたいな風に思うよ。違うの、ほんまにめちゃめちゃいいねん。ほんまですか？ほんまにちょっと寝てみると、すぐ寝ちゃうからこれ。首周りが一番特に症状としては辛いですかね。そうですね、はい、首、そう、もうここです。左側ですか？ひどくなってくると肩甲骨の方まで降りてくる。両方左だけですか？左です、はい、ちょっと動かした時に痛みとかが出るかどうか確認させてください、はい、まず上を動いてみてください。痛みとか突っ張りとか針とか気持ちいいです。大丈夫そうですかね、はい、下向きます。ここがちょっと突っ張りますね、はい、戻ります。右側にこう倒してみてください。聞いていましたね。これ針どうですか？ここが痛い。左側が痛い、はい、反対どうですか？あ、ここが痛い。あ、ここが痛い。はい、戻ります。今度はこう振り向いてみてください。これは大丈夫ですか、はい、反対向きます。あ、痛い。向けるのが向けてないですね。ここまで。これでも左側が痛い。ここが痛い。前の方ですね、はい、戻ります。振り向くのが結構一番左右差ありますね。そう、痛い痛い。最後入られますね、これ。左から呼ばないでって感じですね。やばいな、最後。あとちょっと立っていただいて前屈を、はい、あ、柔らかいですね、はい、戻っていいです。これ痛みとか張りとかで大丈夫ですかね、はい、はい。じゃあ体のまずバランス見ていきます、はい、お願いします。体の今真ん中で揃えてるんですけど、左の手の方が長いと見えます。あ、これも歪みなのでこれを揃えていきます、あ、ほんまや、めっちゃ歪んでる。一番左がやっぱり上がってるので、全体にこう左の方が、そうですね、手も長くなっているような感じですね。今戻すんで、ご自分で戻さなくてそうなの？手伝ってもらわなくて大丈夫です。じゃあうつ伏せになってください、はい、肩甲骨がだいぶ、そうですね、結構左が下がってて、すごい。でも言われる左がなんとかって言って、うん、2センチぐらい違います。2センチも、はい、だいぶ歪んでて、足も左の方が長くなってます。足が左が長くて手も左が長い、どういうこと？左の方が長いんちゃうん？普通になるとちょっとね、歪み方が変わって、上がるもんな、はい、腰も痛くなったりが、腰も痛くなります。左腰もこれってもう年やったら絶対歪んでくるもんなのか、そんな歪んでないものなのか。やっぱり利き手利き足とかがあるので、普段の生活でも左右差が出てきやすいですよね、そこにでも疲れが溜まってきたりすると、そういう痛みとかコリとかにつながってくるので、日々の疲れを翌日に残さないっていうのが大事ですね。揺らすだけでわかるんですか？そうそうです、触ったら分かるんですか、歪みとか？そうですね、歪んでるとか。じゃあこれ揺らしてるだけでも整えてるってこと？そうです。あ、でもなんかちょっとほぐれてる。へえ、はい、じゃあ仰向けになってる。すごいな。なんかでも見た目でもできちゃう、こうやって揺らしてる。いや、そう、俺でも別にできそうなんですか。止まったら入れます。
あ、楽やわ。揺らしてただけ。揺らしてただけやんな。そう。いてとかないんすかね。いて期待してた。そう。今日いてとかあると思ってました。いてとかないから。やめてやめて先生やめてみたいなのを待ってたんですけど。めっちゃいけちゃうからこれ。ずっと揺らしてるから。もうめっちゃ気持ちいいよ。痛いとかないから。こっち下で痛くないんですか？痛くないです。痛くないもんね。それめっちゃイケのやつになっちゃったから。初めて撮ったな、サリナさんの健康。そうですよね。おめセクスに撮れよ。肩甲骨すげえ、指そんな入るもんなんですね。そうですね、緩んでくるとだんだんとこの内側に、すげえ今ね、肩甲骨が流行ってますけどね。すげえ入ってますよ、それ想像よりも入ってます。そうびっくりしましたもん。ほんま、痛たとかないのも最高。痛えとか期待してたんだけどな。マジごめん、見とる、最高や。いや、本当にだってただ今気持ちよくなってるサイナさん撮ってるだけですからね。いいなんか。いやいや、いいんすけど、いいんすけど、何を期待してんの、痛てみたいな。そう、やめてやめてみたいな、もう帰ろうみたいなのを期待してない。帰りたくないな。なんならいいよ、見とも先帰ってて。いいな。むくんでる人さ、むくんでないの差がすごくて、うん、あのたまにコメントで整形しましたかって入る。確かに入る。組や、入るやろ。入る入る。むくんでない人撮影したら、ついにやったなって書かれて、ついにやったこの前書かれてました、ね。ぐらいむくむんですよ、でも。だから大事ですよね。そうですね。確かに。僕編集してて思いますもん。今日なんか顔違うなみたいな。やろ。やろ。あからさまに違うからあれって思って。疲れた時はほんまに。もう顔パンパンになる、うん、しかも目が開い、視界があの何綺麗になったっていうか、へハイビジョンになった。今までなアナログだった。アナログやってブラウン管でちょっと霞んでてんけど、それが撮れた。へえ、すげえ、すごい。このままいったらもう 4K ぐらいいくんちゃう。 4K いくな。あーマジですごいな、すごい。でも体があったかいし、コリもない、引っかかりも何にもない、重いものが。私ね、めっちゃ反応がいいみたいで、そうですね、すぐ固まるけど、ちょっと触ってもらったらすぐほぐれるんですよ。でもやばい、こっちタコ、イカ。柔らかいってことで大丈夫ですか？柔らかいってことで、あれ伝わんなかった。ちょっと一週間合わない間にちょっとあれっすね、ズレが。ズレがあるね。ちょっと整えてもらった方がいい。あ、整えて取れますか？完成も。そう。あ、気持ちいいな。これなんか凝りを予防する方法みたいなのってあったりするんですか？歪みをこまめに整えておくっていうのと、疲れを翌日にやっぱり残さない工夫をするっていうのが非常に大事なので、サリアさんに後で自分で歪みを整えるストレッチとかちょっと。あー、聞きたい。それいいっすね。ちょっとめちゃめちゃ気持ちいいんだけど、ちょっと三戸さん、感想後で言うからテロップで入れてもらっていいかな。もう喋るん嫌になってきて。嘘でしょ。ちょっとインタビューはちょっと後でしてほしいな。そうですね、まあマスクしてるから分かんないですもん、ね、あ、そうやな。あ、後でアフレコでさ、後入れしますか。うまいな、マスクバレへんな、うん、ぐらいもめっちゃ気持ちいい。うわ、もう最高。今回も行ってみてください。あ、行く。うわ、すごい。私本当に首めっちゃ折れて、そう、一回で行く。行く。うわ、一回でこんな行くな。あ、もう大丈夫、左背後気にせんで。もう敵来たらスパーン。なぜよ。すっげえ機敏。もう大丈夫です。大丈夫、うん、もう大丈夫です。ちょっとじゃあ何？起きて。あ、やばい。バカなことやるからそんな。もうちょっと頑張り。うわ、もうめっちゃ楽。あ、そうだから、さっき回んなかったじゃないですか、左。ちょっと曲げてみてください。
そんないかんかった、いかんかった。お、やば。もういけるな。あ、もう大丈夫やな。背後狙われへんな。誰も来ないっすよ。右は、まあ右はね、もともと。あ、もう真後ろが見れるようになった、これ。あと、なんかこういうのもやってたじゃないですか。どれぐらいやった、さっき。それはね、なんか痛みがちょっと出るみたいな。あ、もう全然、全然痛くないもんね。痛いかと思うからさ。すごい。え、すごいね、あれ。え、なんなら左の方が痛くないぐらいかも。めっちゃ気持ちは、ほんで眠くなってきた。仕事ですから。目がでもパッチリ開いてますね。目、嘘。やったやってんわ。やってんわ。鈴木さん、またやった。いや、やってた、またやった、やめろ。やってんわ、やったことないわ。すごいです。目が、そう、目の開きがすごいし、もうなんかね、どっか引っかかってたのがもう全くない。へー、今日ぐっすり寝れるわ。歪みを揃える体操とか、あ、知りたいです。そうか、これを今の先生がやってくれた状態をちゃんと家でもキープできるように、はい、で、長持ちさせて。確かに維持しないと意味ないですもんね。お願いします。サリナさん、多分一番骨盤の歪みと、はい、あとこの背骨の上の方から肩甲骨にかけての硬さが結構強かったので、うんうんうん、それをご自分で整える方法で2つストレッチをお伝えしたいと思います。はいはい。一つは浅く腰掛けてもらって、はい、かかとを揃えて、はい、で、膝の出っ張りにこう指を当てます。で、かかとを合わせて、で、膝の出っ張りにこう指を当てます。GT スタイル。真上から覗くと、骨盤が歪んでる場合、膝のこの出っ張りに左右差があるんですよ。骨盤がこう歪んでるんですけ ど、うん、でこの短い方を上に足を組みます。短い方を上に足を組む、うん、私やったら、私は多分こうなりやすいからこうですね。で、あ、組む、そうそうそう。で、膝に今軽く手を添えて10回揺らします。はい。で、もう一回私の見てもらっていいですか。お、整った。すげえ、すげえ。ちょっと先生、それ私歪んだ状態でやった方がよかったもう治ってもうてるから。そう、治ってるから今ぴったりなわけ、うん、で短くなってたら、はい、それだけで、でやっぱりぴったりなわけ今もうね、スーパーな状態やから。でも、そうそう、短くなってる方を上に組んで10回揺らすっていう、うん、それだけです。それはやんなくて大丈夫。これでも毎日やってもいいやんね、はい、もう歪む前とかにも。歪む前にやったら、だから運動する前、そうか、歪む前にやったらどっちか分かんないから。運動する前とか、うんうんうん、終わった後でもいいですし、ちょっとなんか片側ばかり使うようなことをした後とかでもいいですし、もちろん朝起きがけとか、寝る前ちょっと疲れたなとかっていう時にやるといいです。これだけで？これだけで簡単に。ありがとうございます。これだけ？これ1個？これだけで、これ1個、はい、で、もう1個は四つん這いになってもらって、はいはい、でちょっと足開いて、肩幅ぐらい開いて、手を胸の前に乗せて、肘を上に、天井に向けて開くように。そうです。これどこが伸びてたらいいか、背骨から中心に開いていくイメージで、肘をなるべく上に、そうです。うわ、あ、これ結構くるな。反対もやってみましょう。これ左右差ある人、同じ感じでできますか。いや、左が上がりにくい、うん、左しんど。力とその硬さの左右差が上がってくるので、あとこの肩甲骨も首じゃ、この骨じゃ、ちょっと疲れたからマッサージもうええって。肋骨
の上にあの肩甲骨が乗ってるんですけど、この硬さの左右差とかもこれで揃ってくるから、なお肩甲骨は揃いやすくなってくるので、左右のバランスを整えることが大切なんですね。はい、これめっちゃ効きますね。こっちがもう辛そうなので、最初こっちからスタートして、で両方同じ感じになってきたら、手頭の上に乗せてってレベルアップしていくといいかな。おー、これちょっと何10回ずつぐらい。はい。そんな辛くなるまでやんなくていいので。うん、でもめっちゃ効いてますね。これすごいいいと思う。5回とか10回とかそれぐらいで。で上半身にはこれ、はい、下半身にはさっきの。そうですね。もう毎日できたらやった方がいいやんね、はい、きっと、はい、気になるなら。わかりました。で、この枕で寝る。はい。じゃあもう完璧やねもう年取ってきたらさ、ほんまにケアが必要だから。確かに、もういい年ですもんね。え、いい年です。いい年ちゃうよ。いくつでした？34歳。いや、10個もマイナスしてまあね、皆さんもね、見てる人たちもそういう年齢の方も多かったりしますからね、サリンダドリは。そうなの、おすすめです。この枕めっちゃいい。もう私の大のおすすめ枕なんで、皆さんよければ。これなんて名前なんですか？センターラインピロープレミアムというお名前になって、今日サリナさんのこう YouTube を見ていただいた方におすすめのキャンペーンをやってます。へえ、うわ、ありがとうございます。気になった方は多分概要欄に貼っていただけると。ぜひ見てください。ほんまにあの嘘でなくてめっちゃめちゃいいから、これ皆さんゲットしてください。あ、ダメだ、鉛だ。鉛は取れなかったですね、うん、鉛はね、先生のゴッドハンドね。もっと知りたくなったら、はい、なんか先生を発信してないんですか？あ、私も先ほどお伝えしたようなエクササイズとか、そういう施術の様子とかを YouTube で発信しているので、速攻体改革レッスン TV という YouTube チャンネルを皆さんも見ていただけたら。それで今日教えてくれた、そうです、トレーニングの仕方とか、はい、歪みの直し方とか、肩こった時とか。そうです。へえ、腰が痛い時とか腰が痛い時とか細かく、はい、やってくださってるんですね。ぜひそれも皆さん見てください。そっちだけ見よう。なんでよ、こっち見てよ。そっちだけ。こっちはずっと気持ちいい顔してるだけですよちょっとこっちも見て、これ歪み直ったとこ見えたでしょ。見ました見ました。そうよ、先生のも見てこっちも見てということで、今週のサリダドリはこんな感じでした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。毎週配信頑張ります。Make sure to like and subscribe. 私のもう一つのチャンネル、サリゲーもよろしくね。Bye. Thank you.